こんにちは、ライムです。ということで今回はボスラッシュリベンジウォーズ2、逃すな、実はめちゃくちゃいい石稼ぎイベントだった、絶対忘れず毎日やれ、解説。はい、ということでね、皆さん調子どうですか？エバクラ楽しんでますか？先ほどね、1周年情報まとめ解説動画アップしましたので、まだね、見てない方、チェゲラしてない方、一体どんなガチャが始まるのか、アルティメット武器とは、刻印とは何なのかって気になる方はぜひ見てほしいなと思います。ということで今回このリベンジウォーズ2なんだけど、これね、危なかった、僕も忘れそうになったんだけど、これね、イベントの内容としては過去に登場したボスが9月6日まで毎日追加されていくっていうイベントなんですよ。でこれリベンジウォーズ2って書いてあるから1回やったことあるんだよね。これいつだっけ、正月とかそのぐらいだっけ、1回やったことがあって、でこちらはボスを倒すごとに手に入るリベンジメダルっていうのと豪華報酬交換できるっていう内容に、まあ、なってるんですけど、こちらがね、そうリベンジメダルで交換できるやつも、まあ、もちろんね、内容としてはめちゃめちゃいいんです。こんな感じで星5確定ガチャとか星4武器確定チケット10枚ずつとかね、こんな感じになっててめちゃめちゃいい報酬ではあるんだけど、これだけじゃなくていいのはね、このねミッションね、これリベンジボーズ2の任意のバトルを1回クリアする、これあるんで絶対忘れないで、でしかもこれね毎日追加されるんだよね。実はこれデイリーミッションとか書いてないけど、確かねこれ毎回だった気がするんだよね、過去の自分を思い返すと。まあ、マルチのこういうの初回報酬とかはともかくとして、なのでこれを忘れずにやってほしい。多分ね、ごめん記憶違いだったらごめんなんだけど、確かこれ毎日追加されたと思うんだよな。新しい、要はボスが追加されるたびにその新しい任意のバトルを1回クリアするっていうか、そうみたいな感じだったと思うんだよね。なんでこれ絶対忘れずにやろうと。さすがに最初の難易度だからめちゃめちゃ弱いと思うけど、さすがにこの FF9 の周回パーティー、まあでも意外としぶといな、意外としぶといぞこいつ。え、やべ、 X サイン持ってねえし、あ持ってるけど、あれティファが撃ってくんねちょっと苦戦してんだけど意外と苦戦してる。あ、終わった意外と苦戦してたね。まあという感じなんですけど、今まで要は出てきたボスがね、こんな感じでいっぱい出てくるよっていう内容です。まあさすがにちょっとリベンジボーズ2の後ろの方の敵が攻略動画アップしようかなと思うんだけど、まだこの辺だったらね、さすがに新規勢以外だったら大丈夫かなと思うんだけど、あ、追加されてる、やっぱりこんな感じで追加されていくんで、これみんな忘れずに やろうね。でここでミッション、任意のやつバトル1回クリアっていう感じに、まあ、なるんだけど、これ確か明日も追加されると思うんだよね。なんで絶対忘れずにやろうっていう話です。要するにこれだけ、まあこれだけの話なんで、これあれかな、やっぱルーハウスのこのマルチのやつも1回やっぱクリアしないと出てこないってことだよね多分。やべ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 、あ、ルーハース特に弱点ないのか犬の方が確か霊属性弱点なんだよね。一回やるか、霊属性。このクラちゃんでいいね、大丈夫でしょう。あ、そうだ、あとねあれもあった、後半になるとそのこのマルチをやってる人がいなくて、前回僕サボりすぎて最終日ぐらいにやったおかげで全然マッチングしなかったんだよね。そのせいで全然マルチ進まなくて終わった気がする。それもあったわ。そうだからね、初日とか毎日これやってった方がいいと思う。まあギルメンに頼むとかでも全然いいんだけどね、今の環境で言うとギルメンにお願いして一緒にやろうよでやればいいと思うけど、なんかもちろんコミュニケーションとか取ってないギルドもあるじゃないですか。全部が全部そうじゃないと思うんで、そう考えるとやっぱあれだね、毎日やんないとダメだわこれ。これ要は2日目以降はさ、
そのわざわざ下の難易度やる必要がないので、全くないので、報酬ないからさ、初回報酬しか。なんでこの仕様を考えるとマジで毎日やらないとダメ今日のやつは今日のうちにやっとかないとダメだね。これさっきより楽だったな。もう全員たまたま白い衣装着てる。全員白ウェアだね。ティファが合ってるわ。なんかこのウェアにマッチしてる。はい、ということですね。ありがとうございました、一緒にいてくれた方。ごめん、全然名前読んでなかったけど。でこちらもレノアン、ルード&イリーナが8月30日の0時から挑戦可能っていうことになってるわ。これ5時更新じゃないんだね。5時更新じゃないので、まあ皆さんなる早で始めちゃった方がいいかなというところだね。はい、マジで後悔するからね。でこれ難易度がね、一応どこまで出るか分かんないけど、まあ、後半になってくるとですね、ハーフアニバーサリーの時に出た、ボスとか、それからセブンリバースコラボに出てきたボスと、あとあいつがいるね、ストーリーで出てきた激強ボス、多分ストーリーの個体よりもレベル強いと高いと思うんだよね。なんでまた苦戦する方いるかもしれないんで、なんだっけ、ブノドラティとかそんな感じのやつだっけ、正しい名前は覚えてないけど、また攻略動画やろうかなと思いますね。はい、あ、そうだ、ちょっと時間余ったんで、予告というか告知しておこうかなと思うんですけど、まあちょっとこれも確定では全然ないんですけど、今週末、本来であれば土日かけて大阪で FF7 リバースのコンサートに行く予定だったんですよ。でも皆さんご存知の通り、今台風がね、今接近してるじゃないですか。西日本を襲ってるじゃないですか。そのことで今新幹線とか止まっちゃってるんですよね。東海道新幹線とかが、僕はまあ千葉なんで、まあ東京駅から乗っていこうかなっていう感じだったんだけど、ちょっとそれが動かなそうだからさ、大阪公演行けなくなりそうなんですよ。なので、まあそのタイミングでちょっと今やってるマルチラム X のなんかマルチ生放送とかやろうかなって今思ってるんですよね。まあ多分やるとしたら夜とかになってくる、夜の今ぐらいか、今撮ってるぐらいの9時ぐらい、夜の9時ぐらいからスタートしてマルチ、まあベリーハードの雑談しながら周回するのか、あるいはマルチ EX ラム EX のお助け配信するか、どっちかわかんないけど、両方やってもいいのか。例えば土曜日の夜から雑談しながらベリーハードの周回とかして、その2日目日曜日だね、日曜日にマルチ EX お助け生放送するとか、そういうのでもいいのかもしれないけど、まあ仮になんか行けなくなったら、そんな感じで土曜の9時とか日曜の9時から生放送とかしようかなって今思ってます。 YouTube でもちろんしようと思ってるんで、まあたまたま時間が合えばね、会った時に僕の配信とかやってればね、ぜひ遊びに来てほしいなっていう感じです。まあもちろん本音はね、コンサート行きたいけど、仮に行けなかった場合はそういう対策というかね、そういった生放送も考えているということですね。じゃあ告知しとこう。そういえばさっきの動画で全然告知してなかったわ。はい、といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。